じゃあまずは美貌の状態について、はい、どんな格好をされていて、あとどんな色だったかっていうのを教えてください。はい、まあ、前回大きな撮影で、僕切らせていただいたんですけど、ちょっとこう三角ベースで、まあ、下の部分、耳真ん中からボンノクボのちょっと上までをちょっとタイトに押さえて、上の部分は少しレイヤーを入れて動きをつけるっていう感じで、動きは出るんですけど少しもう伸びてきていたので、ちょっとペタッとしやすくなっていて、まあ、そういった状態でした。で、色は、すごい柔らかいちょっとこうウォーム系の、カラーにちょっとハイライトが少し入ってるような状態で、レベルとしては11トーンぐらいですかね。はい、ハイライトは全体的に、はい、細いハイライトがプンからいい色だったんで、そのまま行かせてもらったんですけど、はい、なんかね、いい色の時とかはなんかかわいそうじゃないですか。はい、やったばっかりで、はい、ただカットはやっぱりやんないといいですよね。はい、はい、はい、まあ、その前回その三角ベースを、ボンノクボのちょっと上にしてたんですけど、もう一個ちょっとこう段階を上げて、大体前回がこの耳真ん中、耳真ん中で、三角形でボンノクボよりちょっと上みたいな感じでこうスライスを取って、ここをちょっとこうオンベースに引き出して全部角を落として切る感じだったんですけど、そこにもう一段上から、こめかみの延長ぐらいからこうもう一回ブロッキングを取って、三角ベースを2回取って、ここをまたオンベースに全部こう引き出してカットすることによって、ちょっとここのあの何ですか、部分をちょっと高めにして、なんでちょっと最近僕はあのヤボネープっていう名前にしてるんですけど、ヤボったいヤボネープっていうことで、名古屋のモデルちゃんでそれ一回こう切った時に、海外のなんか昔のちょっとこう女の子みたいな、ちょっとこうここの上の部分にたまって少し高い分、なんか今までだとちょっとこう年配の方とかがもう少しそこに対して、あのこの上のレイヤーも形を揃えるから、後頭部だけボコって出てるみたいな。あ、そうです、よくある、あのよくカット動画とかであるじゃないですか。ああいうのはちょっとあんま好きじゃないんで、逆になんかあえて そこの野暮とかちょっとおダサいところまであえてちょっと高めに撮ってるんですけど、それを少しだけグラを上の表面つなげずに入れることで、あの柔らかなシルエットを作って、で上の部分はちょっとここレイヤーっていう感じで、ただなんか3セクション、あの全部こうバラバラに作られてる状態なんで、よりなんかこう動きが可愛いっていう。顔際は似合う長さで切ってあげた後に、ちょっとこう上の部分と下の部分を30度と60度に分けて、こめかみから分けて上の方は30度で切ってあげて、横スライスのグラデーションを入れることによって、こうやってなんかこう手でバーってあの動かしてあげるだけで、なんかこうずれてなんか可愛く入ってくるみたいな。で、前髪はあのちょっと僕が作ったその散らかりバングで、この2層に分けて上の部分をちょっとこうまだらに切ることによって、前髪があっちゃこっちゃ入ってても可愛いっていうのが、ああいうのってなんかこう撮影の現場っていうか、あの普段そんな前髪邪魔じゃんって結構言いがちなんですけど、なんかある程度長くなってきた時に、要は風に当たった時の質感がああなるわけじゃないですか。ってなったらなんか多分ああなんないですよ、普通のカットって。なんかこのままボタンって落ちたりとか、結局なんかその瞬間まで可愛かったら、なんか乱れてる時まで可愛いって最高じゃないですか。そういったところでいうと、なんかその散らかりバングでその量感調整もできてるので、どこに落ちて何してても可愛いっていう3ウェイぐらいできるスタイルが作れるんで、まあ、すごくいいんじゃないかなって思いますね。乾かす前からも可愛かったですね。まあ、顔は可愛いですけどね言ってしまえば、はい、ありがとうございます。実際多分彼女って、普通の美容師さんが切ったらもう若干サロンワークで考えたらあと 2,3 センチ長い方が一般的には多分似合うんですよ。ただ今の長さぐらいから何か変化をつけたり、なんかより他の人と差をつけるってなった時に、まあ、逆に2センチぐらいとか 2,3 センチ今日切ってるので、長さで似合うってなると、やっぱすごいフロント部分とかバングがすごく大事で、こういろんな女性の方とかでもやっぱショートに挑戦する時とかバングが可愛かったら究極言えばどこまでもいけるので、はい、それはすごく大事かなと思いますね。